はい、お待たせいたしました。サランド超子光接スピーカーを用いた実物体音響性 AR と題しまして、長尾若葉渡辺が発表いたします。まず簡単に自己紹介ですが、私はチーフクリエイターの長尾と申しまして、東京大学大学院情報理工学研究科の修士です。で、コクリエイターの、若葉です。関西学院大学の方で、博士の方をやっております。同じく、コクリエイターの、渡辺翔太です。岡慶應義塾大学メディアデザイン研究科の、修士です。はい。で、私の専門が、音になりまして、こういった、ま、見る方向によって違った音が出てきたり、違った映像が出てくるようなショーケースというのを作っていたりします。今回私が作ったのはサラウンドと言いまして、サウンドプラス AR、音で AR をしてみようということをやってみました。AR、まあ皆さんご存知だと思うんですが、オーディメンティッドリアリティ、現実世界に情報を重ね合わせるような技術になります。で、最近ですと結構実用例もあって、これは Nintendo DS で、まあ、AR のゲームができるというようなもので。はい、はい、こういうこと？まあ、こういうふうに、DS で、はい、AR でゲームできると。で、まあ、他にも例えば映像が飛び出てきて来るようなエンターテインメントだとか、アパレルショップで、まあ、試着ができるようになったりですとか、これは一応まあ、モデルルームの中に、まあ、マーカーが置いてあって、でスマートフォンをかざすと家具が見えてくるっていうようなものですとか、このようにかなり実用化も多くされているようになってきています。で、こういう実用例がいっぱいあるので、皆さん結構 AR っていうと、カメラと CG、つまり、マーカーにカメラをかざして、そこに CG が出てくるっていうようなものだと結構思いがちなんですけれども、自分たちは、まあ、別に CG じゃなくてもいいじゃないか。もっと映像じゃなくて違う表現を行うことで、もっと、現実を豊かにしようっていうふうに考えました。ここで、私たちは、音の AR というものをやりました。で、音の AR どういうことかっていうと、まあ、映像の AR っていうのが実物体に、まあ、映像っていう情報が重ね合わせられている状態だとすれば、音の AR っていうのは、実物体に音が重ねられている状態であると。いうふうに考えました。で、音の AR って全然ないので、イメージちょっとわかんないと思うので、ちょっとここでイメージを統一させておくと、まあ、大体こういうふうに物がいっぱいあるところで、例えば前を通りすがると、物の方からこう声をかけられてくるというようなものを作りたいと思っています。で、結構、すごいごっついヘッドホンをつけて、こっちの方から音の定義がとか、そういうのは結構あるんですけれども、自分たちはそういったデバイス一切つけずにやろう。というふうに考えました。で、さらに、結構、そういうのって、ちっちゃいスピーカーつければいいんじゃないかってよく言われるんですけど、それを倒すために、本来音が絶対に出ないだろうっていうものから音を出しました。で、その音が絶対に出ないものっていうのは、まあ、影を選びました。コーティングシャドウという、まあ、コンテンツを作ったんですけれども、まあ、自分の影からこう話しかけてくる、そういうようなものを作る。ちょっと動画だと分かりづらいので、被験者にちょっと試してもらって、ちょっと反応を。で、まあ、次の前に立つと、火事から音が聞こえてきて、で、まあ、横に歩いても、ちゃんとそこから音が聞こえてくるよ、みたいなものを作っています。で、まあ、火事なので、スクリーンだけじゃなくて、床に投影された火事から音を出すことができたり、こういう影の映像とかから音を出すっていうこともやりました。で、システム全体像なんですけれども、影の位置をマキネットで測定いたしまして、PC で処理をして、シリアル通信でサーボモーターを動かします。で、後で詳しく説明するんですが、超指向性スピーカーという指向性のある音を出せるようなスピーカーを使って、まあ、影を狙い撃ちしてあげると。で、それを、その音を聞いた被験者っていうのは、ユーザーっていうのは、あたかも影から音が聞こえてくるように感じるというようなものになっています。
で、超指向性スピーカー、HDM と呼んでるんですけども、こういった形になっています。で、まあ、超音波が出ていて、それが空気中に大音量で放射されると、過調に空気調されるというようなシステムが、仕組みなんですけれども、まあ、特徴として大きな二つがありまして、指向性っていうのは、まあ、直進、すごい指向性がある音が出て、前の人にだけ音が表示されると。反射性っていうのは、直接音っていうのは聞こえずに反射した音だけ聞かせることによって、あたかも反射面から音が聞こえてくるように感じると。で、主にこの右の性質を使っています。これが性質を示す動画ですが、反射して届いた時だとか、抜けた時にだけ音が聞こえてくると。で今回、それとサーボモーター2つを組み合わせて、X 軸は、左右上下にどういった方向にでも向けられるようなデバイスっていうのを作りました。これが動作の動画ですね。でこれによって、いろんな方向に音を当てられ、いろんな位置に音を当てられるように、まず、作りました。まあ、これが全体の、構成です。さらに、今回その GUI というかソフトウェアの方も作ってまして、こういうふうにマニュアルで操作をすることができたり、まあその先ほどの影の追跡みたいなことも、組み込むようにいたしましたので、まあこちらの、今回ですね、ちょっと影のデモがなかなか環境構築に難しいので、このソフトウェアのデモをしたいと思います。で準備している間になんですけれども、音を定義って、なかなか動画だと伝わりづらいので、後ろの方に、デモを作っているので、ちょっとまだ準備中なんですが、昼休みの、まあ皆さんがご飯を食べて帰ってくださるぐらいの時までには、なんとか動かせるようにしたいな、というふうに思っています。で、これがソフトウェアですね。で、このように好きな音をこのソフトスピーカーから鳴らすことができて、まだ音量が大きいですね。はい。で、ちょっと動かしていただけますか。で、結構こうやって動かすと、いろいろなところから音が聞こえると思うんですが、このように反射して聞くと、そこから音が聞こえてくるというような性質を持っています。これによって、好きなところの音を乗せてあげようよというようなことをやっています。皆さんどう思うんですか？結構、会場が広いのであれなんですけれども、今でしたそこの、窓のところから聞こえてくるんじゃないかなと思います。ちょっと直接音が耳に入っちゃう人にとっては、ここから聞こえると思うんですが、ちゃんと、反射音が聞くと、ちゃんと、ここから音が聞こえてくるというようなものになっています。はい。で、さらに、こういったマニュアルのシステムに加えて、先ほどの影追跡だとか、他に何か追跡したりとかして、プラグインみたいな形でプログラムを入れられるようにしてあげて、誰でも簡単に、好きなところから、好きなものから、音を出せる、音の AR を使えるように、しようと思って、こういうのを作りました。じゃあ、プレゼンに戻ります。で、本当に音聞こえるかっていうのは、まだ結構あると思うので、一応その、ユーザーに体験していただきまして、4人ほど体験してもらって、これが質問と結果なんですけれども、だいたい4人中3人ぐらいは、風からちゃんと音が聞こえたよということを答えてくれています。で、
まあ、結構人によって音の聞こえ方って変わってくるので、ちょっとこういうブレがあるのかなというふうには思います。あと感想としてはストーカー的な発言がブクブクしただとか、自分の背後霊から聞こえた気がしたって、結構その新しい体験なので、結構びっくりさせるようなことができたのかなというふうに思っています。あとは虫の風でも同じように4人中3人ぐらいが、まあ、風からちゃんと音を聞こえたよというふうに答えています。これもいろいろとお感想いただいたので、改良していきたいと思っております。でですね、これが、どういった応用ができるかっていうことなんですけれども、今回自分たちがやったこととしては、その物体を認識して、そこに適切な温度を定義させるっていうことだと思っています。で、先ほどの汎用的なデバイスとソフトウェアを使って応用していけば、例えば、こう絵を描くと、ここに関連した音声がこう聞こえてくるような温度だとか、手に取るとその人に向かって、話しかけてくるような食べ物だとか、いろいろな応用例が考えられるんじゃないかな。で、まあ、今の映像の AR と同様に、その、もっとエンターテインメントだとか、エンターテインメントだとか、まあ、デジタルサイエンスとか、いろいろなところに使い、応用していくことができたらいいなというふうに思っております。はい、ちょっと時間が余ってしまいましたが、以上で発表終わりになります。ありがとうございました。